はい、それでは第5段落いきます。はい、最初からね、英語と僕の訳文が並んでます。Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentleman でしょうか。肺炎師は、いわゆる騎士のような優しい老紳士ではなかった。ちょっとここは老紳士の前に優しいって言葉を補ってみましたけども、そんなこれは必要なくてもいいと思います。例えば騎士道にのっとったなんていう言い方でもいいと思うんですね。で、肺炎師については一例です。これ、ミスター肺炎とかでもいいのかもしれないですね。全体の中で、あんまり浮いてない訳語ならいいと思います。で、次の文がとっても難しいです。言いたいことってか言わなきゃいけないこと山ほどあるんですが、Might of a little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game for the red-fisted short breast なのかブリーズなのか、オールドダファーですか。で、そうですね、どこから行こうか。Might of a little woman から英語の順番に行きますと、Might of っていうのは、ちっぽけなみたいな感じの意味でですね。なんていうか、マイトオブとアリトルとほとんど同じような意味ですよね。で、その場合、これ、ジョンジーのことを言ってるわけですけど、体つきが小柄かどうかとか、背が低いかとかっていう、ことよりも、例えば、華奢なとかね、これ、病気の話をしてるわけですから、弱いっていう感じが、ちょっと出ればいいかなってことで、一例として僕は華奢な小娘っていうふうにしています。で、ブラッドシンドってのはね、なんだかよく分かったような分かんないようななんですけど、ただカリフォルニアゼファーズ、これはカリフォルニアの、西風とか辞書にありますけど、別に西じゃなくてもいいです。穏やかな風っていう効果が大事なんで。で、穏やかな風の中で、ジョンジーがカリフォルニアの出身であるっていうことは、前の3段落ですね、に書いてありましたんで、カリフォルニアで育ったっていうことですが、で、どっちかっていうと、環境としてはいいところで育ったってことが言いたいわけですから、この血が薄くなるっていうのは、ひ弱っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、そんなに病気に強くないというかね、ぬくぬくと育ったっていうのはね、ちょっと悪い意味に感じますけども、そんなような雰囲気で、その結果、そんなにこう、病気に対して耐性が強いとかではないとか、そういうことをブラッドシントって言葉で表現してると思います。で、例えば貧血とかいう訳語の人もいましたけど、そこまで言うと大げさですよね。で、こういう時はそのまま、なるべくそのまま、血の薄まったっていうふうな言い方にしてあるということです。それから次が Hardly Fair Game ですね。このフェアゲームのゲームですね。これの取り方が、ちょっと訳文見ただけでは何とも言えない人もいるんですが、このゲーム、監視がついていませんから、いわゆるゲーム、試合とかではなくて、獲物という意味です。で、実際、流れから言って、主語がリトルウーマンですから、リトルウーマンがフェアゲームではないって言ってるんだからね、ゲームの方が試合とかっていう方の意味にはなるはずがないんですよね。で、そこを強引に訳文を、ねじ曲げて作ってた人も随分いたんですけど、あと、ちょっとどっちの意味で取ってるかわかんないなっていう人も、結構いました。なので、もう一回言うと、監視がないですから、確実にこれは獲物という意味で。で、獲物としてフェアではないっていうのは、この後にあるのが、要は肺炎のことを言ってるわけですね、4以下の。で、この肺炎と、このリトルウーマンを、比較したときっていうのかな。そういう意味ではゲームが太刀打ちできないみたいな感じに、結果としてはなるんですけど、言っていることというのは、こういう、弱々しい小娘なんて、老獪な、後でちょっと詳しく言います、老獪な肺炎に比べたら、獲物としては、大したものではないというか、物足りないくらいだみたいなイメージなのがハードリーフェアゲーム
になるはずですね。で、一番訳しづらいのはこの後のレッドフィスティッド、ショートブレスト、オーダーファンのところですね。これが、まずレッドフィスティッドは、まあ、赤い拳、まあ、文字通り言うと、まあ、そういうことですよね。で、赤い拳のって、まあ、肺炎が赤い拳ってどういうことなんだろうかっていうと、これ僕は2つ考えられると思っていて、でそのどっちかを決めようがないんですけど、まあ、1つは、きつく握ってる、きつく握りしめてると、まあ、なんか充血するっていうかな、そういう感じで赤くなるっていうこと。でもう1つは、これは実際あのイーストエンドの方なんかで何十人もあの、まあ、殺したというとちょっと大げさですけれども、犠牲にしてきたっていうような、まあだから血染めのみたいに考えると。どちらの意味でも取れるし、で、まあこれちょっと調べてみましたけど、レッドフィストでって言い方で、まあネットでいろいろ見てみたんですけど、まああんまりこの言い方そもそもなくて、で、まあオーヘンリーだと実はよくあることなんですけど、レッドフィストっていう言い方を検索しても出てくるのはこのオーヘンリーの作品だけだったりと。で、しかも、その言葉の意味がわからないからって言って、誰かが誰かに質問して、これどういう意味でしょうかなんていうふうに、まあ多分だから非ネイティブの人がネイティブに英語で聞いてるようなね、そういう場面でよく会うんですね。よく見かけます。で、そうするとこうネイティブの人がいろんなこと言ってて、まあ結構適当なこと言っていて、意見が まとまってなかったりする。まあ要するに、まあネイティブが読んでも意見が分かれるぐらいの表現です。まあそういう場合っていうのは、ことさらに説明しないで、言葉の持っている、まあ、そのままのイメージ、で言うべきだと思うんですね。さっきのブラッドシーンでもそうですけど、だからまあ拳をあえて血にとはしませんでした。血で染めた、血染めみたいな形にしなくて、赤く染めたっていうふうにしたのは、そういうことも含めてです。いずれにしても、相当怖い怪物っていうかな、そのイメージが伝わればそれで十分ですね。で次のショートブレスだかブリーズにしても、まあ、息がぜいぜいやっているとかね、息絶え絶えみたいな言い方もできるし、まあ、いろいろな、読み方ができるんだけど、根本的にここで大事なことっていうのは、ひ弱な小娘とに比べて圧倒的に、老害ではあるけれども力があるっていう、そういうイメージがこの肺炎にはあるわけですよね。まあ、だとしたらやっぱりここ息もぜいぜいしているというふうな弱々しいイメージよりは息の荒いっていう言い方で取るのが筋だと思いますし、で最後のオールダファのダファはもっとこれは扱いにくい言葉で、辞書を引くといろいろ出てるわけですけど、この言葉の訳語 で比較的マイナスイメージで出ている。だからまあ皆さんの訳語、老いぼれっていう人とか、あとイカサマシって人が随分いました。ペテン師とかそういう感じ、確かに辞書にはある。イギリス英語になってましたけども、まあとにかくある。ただここでイカサマシという言葉が、この肺炎のという、まあ、人物とあえて言いますけど、形容に合うでしょうかね。どこでどうイカサマをしてるかっていうのがピンとこないんですよね。で、まあ、ダファーっていうのは、要するに、まあ、ダメなやつみたいな、まあ、意味合いの言葉ですよね。だから、老いぼれにしても、老いぼれだったら、ジョンジーに勝てないんじゃないのというふうに、どうしても、読者の頭、読む側の頭としては、そっちの方に考えますから、まあ、なるべく訳語として、まあ、ダファーなんて、いろいろ訳せる言葉ではあるんだけど、その弱々しい感じは出したくないなと、あんまり出したくないなと、まあしょうがねえなと、いうような感じの、まあその力強い言葉ではなくてもいいんですけどね、そういう言葉がまたファンの訳語としてはふさわしいと思います。まあ古兵っていうのは一例なんですけども、まあ、あと単なる年寄りならそれはそれでいいと思います。オールドダファンのところですね、それはあんまりこう、まあ弱々しかったり、まあここでは全然イメージに合わないような訳語はやはり選びたくないということなんですよね。
で、全体としてまあ、強くなくてもいいんだけど、どちらかというと、老獪なイメージ、を出したいなと思って、まあ、この僕の役では、拳を赤く染めた、この息の赤い、荒い、コヘという言葉にしました。まあ、これ一つの例だと思ってください。で、But Jonesy, she smoked ですか。で、こことっても大事ですし、まあ、40人ぐらい出してくれた人の37、8人の人のに同じこと書いたんですけど、実は、ジョンジー・ヒース・モートってこの語順ですね。ジョンジーが先に出ている、まあ、いわゆる頭鎮になっているわけです。で、この頭鎮をまあちゃんと、まあ、汲み取ってもらいたいなと。で、その前の文が、まあ、先ほども言いましたように、弱い小娘と老獪な肺炎という、まあ、その2者の話をしているわけです。で、まあ、普通だったら獲物としては物足りない。なのにって来てるわけですね。なのにジョンジーってが先に来るわけで、ヒースモートジョンジーって言ってなくて、ジョンジーヒースモートっていうふうに言ってる。まあ、統治が起こってるにはそれなりに理由があるわけで、で、この場合だから、彼なり肺炎は、ジョンジーを襲ったではなくて、ジョンジーが先に出てるから、少なくともジョンジーを肺炎は襲った、あるいは肺炎が襲ったのはジョンジーだった、というような感じの役でなくてはいけないというかね、まあ、実際英語にもそう書いてあるというわけですね。で、まあ、例えば、あるいは、よりによって、ジョンジー、そういうジョンジーを、よりによって、そういうジョンジーを、肺炎は襲ったっていうような流れですね。で、僕の役は標的、それなりに標的となったのはジョンジーだった。まあ、日本語の場合だと、まあ、よくその、it is that の強調構文なんかでも、ご存知の通り、どっちかというと、強調する言葉はむしろ後に回すんですよね。というふうとうまくいくわけで、まあ、この場合は、そういう、処理をしてみたわけですね。まあ、標的っていうのはし、あの、まあ、獲物っていう言葉を受けてそのまま、ここで使ってみたわけです。はい、その次です。She lay scarcely moving on her painted iron bedstead, looking through the small Dutch window panes at the blank side of the next brick house。まあ、この文でもまあ言いたいことが4つ5つあるわけですけど、まあ、最初は、まあ、寝そべって動けなかった。まあ、ここはいいでしょうね。On her painted iron bedstead。ここ僕の役はペンキの塗られた鉄枠のベッドですね。ここにしても、いろいろ、皆さんの役分で親と思いましたけど、まず、これどうしてかわからないんだけど、自分でペンキを塗ったって、あえて訳してた人が、はっきり訳してた人が3分の1ぐらいはいたんですけども、自分でペンキを塗ったと、この英語からは読めないというか、まあ、少なくともそう保証はできないというかな、言い切ることはできないですよね。で、まあ、あと、ペンキを塗ったってただ訳してた人もまずいぶんいまして、まあ、それは間違いとは言えないんですけど、まあ、それも自分で塗ったっていうふうに決めつけてるように僕は感じますから、ペンキの塗られたぐらいの方がいい。で、自分で塗らないの話ではなくて、ここで何が言いたいかって言ったら、アイアンベッドステッドっていうのは、まあ、ベッドステッドは、まあ、ほぼベッドと同じですけど、そのベッドの枠組みという意味ですね。鉄の枠組みでできたベッドっていうのは、まあ、つまり、まあ、安物で、かつ、まあ、ちゃんとマットレスがあんまり、ろくなものがついてなくて、で、まあ、安い感じと、あと寒々しい感じがしますよね。で、ペイントっていうのは、まあ、あまりにも、そういった鉄のベッドのそのままの色だと、あまりにも、まあ、わびしい感じがするから、なんか色が、それに、直接塗られている。ペイントっていう言葉によって、さらに寒々しさとか安っぽさっていうのは強調されてるだけで、自分で塗ったかどうかってことが重要なわけじゃない。ですから、そのイメージですよね。ここで、まあ、読み取らなきゃいけないのはそっちのイメージですよね。
あと、そうですね、ついでに言うと、鉄のベッドとか言うと、大体、これも今日も今回も4分の1ぐらいかな、鉄製のベッドって、製が入ってる人多かったんだけども、もうこれも、この製も全然いらないです。鉄のベッドで何がいけないのっていう。鉄製のベッドって製をつけることによって、言葉の力が弱まるんですよね。と思いますね。これ枠っていう情報はあった方がいいと思うんですけど。それから looking through small Dutch window pane ですか。これはオランダ風の館っていう話は前のとこでやはり2段落目ですか、出てきましたが、それを受けて、言っているだけで、ここにそんな深い意味はないですね。で、最後のところね、ブランクサイドオプトネクストブリックハウス、ここで言いたいこととして2つ、ありまして、1つは、むしろ英語の終わりから言いますか、ハウス。で、これ家、ハウスですよね。で、ここを建物って訳してます。で、家で何がいけないのか。家って訳してた人が、3分の2とかはいたと思います。隣の家、隣の隣家とかって訳の人で、全員に建物の方がいいっていうふうに僕書いてますけど、なんでかっていうとですね、まずジョンジーとスーが住んでいる部屋は何階だったでしょうかっていうと、ここまでの出てきた情報で3階に住んでるって書いてあったんですよね。そうですね、3段落目だったかな、建物の上の方の最上階に住んでるって書いてあると。で、そういうことと、それから向かいにある建物、レンガ壁の建物ですが、ちょっと離れたところにあって、で、このあと、最後の一派は、ほとんどの人は話知ってますよね。要は木についてる葉っぱがどんどん落ちてっちゃうんだけど、最後の一枚が残る。それがいつまで経っても落ちない。枝にくっついてる。で、枝があって、それとほぼ接触するような形で壁があるんですよね。で、これ、まさに、その壁なわけですよ。この後、この壁をずっと見てるわけです、日本人は。で、その壁のことを言ってるわけで、で、そしてこの後に出てくる描写の中に、その枝の高さが20フィートって出てくるんですね。20フィートって言うと6メートルぐらいです。で、そうすると6メートルっていうと、大体今ジョンジーが3階にいて、それとほぼ平行の高さぐらいだっていうふうに想像できるわけですね。で、だとしたら家、3階建ての家がないとは言わないけど、家って言葉であればどうしても普通の民家というか一軒家を想像します。それよりはやっぱりこれは隣にあるのは、こっち側に窓がないかもしれないけど、似たような集合住宅、であるっていうふうに想像できるわけですよね。で、そんなことを全部考えて建物って言葉を今回選んでるっていうことですね。この箇所だけだったらもちろん家でいいのかもしれないですけども、翻訳をするっていうのはそういうことです。全体を見て判断するっていうことなんですね。で、もう一つはブランクサイドですか。このブランクもいろんな訳し方はもちろんできるわけで、要はブランクっていうのは窓とか、ドアとか、そういうものがないってことをもちろん情報としては言ってるわけですけど、この話のこの後の流れだとか、病気にかかって退屈しているとか、そんなことを考えると、このブランクはやっぱり、ある種のジョンジーの心象風景ですかね。大げさに言うと気持ちがそのまま反映している。この後何度もここ見ていくわけですよ。そんなことを考えたら、その気持ちを反映しているような訳語があったらその方がいいと思う。で、そこで味気ないっていう言葉を選んでみたということですね。ということです。いろいろ、本当に考えなきゃいけないこと山ほど、オーヘンリーのこの作品にはあるということですね。その上で3人の方の見ていきましょう。さっきとは違う3人の方なんですけど、また僕の訳文は下の方にあります。肺炎師は紳士的な老紳士と、ごめんなさい、騎士的な老紳士と呼べるようなものではなかった。
はい、ちょっと呼べるようなものではない、ややもたついてんだけど、まあいいでしょうかね。呼べなかったでも十分なような気がするんですけど。で、カリフォルニアのそよ風で血の毛の薄くなっている小柄な女性は、血まみれの手をした息の荒い年寄りにとってとても格好の標的とは言えなかったですか。で、大筋は間違ってないと思うんですよね。まあ、ただ言葉の選び方として、血の毛が薄いってと、まあ多分血が薄いで十分だと思うんですけどね。血の毛がっていうとどうしてもこう性格的な問題、血の毛の多いやつみたいな言い方をするんで、ちょっとそっちを想像しがちになるんですけど、まあ先ほども言いましたように、健康上の問題に過ぎないと思うんですね。優しい環境で育って、こういう荒々しい相手には、対抗できないっていうようなイメージですね。で、血まみれについては、まあ、今回はどっちと取ってもいいっていうふうに僕は言いましたけどね、まあ、あえて言えばこう決めつけない方がいいですよっていうことではあるわけです。さっき2通りの解釈があると言いましたね。で、息の荒い年寄り、ここは弱々しい感じはあんまりしないからいいんではないですかっていうことですね。で、とても格好の標的とは言えなかった。これ多分正しく読めてると思うんですけど、意味としてやや分かりにくいかなというのは、どっちかって言ったら格好の標的なんじゃないですか、こういう感じだったら。格好のっていうのが多分合わないですね。不釣り合いな標的なんですよ。こんなやつは、一ひれでやっつけられちゃうっていう意味で言ってる。そういう意味でフェアではない。ものとしては、まあ、むしろ物足りない不十分だぐらいの感じですよね。それがちょっと分かりにくいんではないかと思うんです。ところが病はジョンジンに襲いかかったのである。まあここはその強調の部分がやはり出てない。まあ、あえて言えばでものであるところでひょっとしたら強調してたのかもしれませんね。ただもうちょっとはっきりさせた方がいいです。で、彼女はペンキ取りの鉄のベッドで、これはいいんじゃないですかね。まあ、枠、鉄枠の方がいいと思いますけど、小さなオランダ風の窓ガラス越しに、隣のレンガ造りの家の無地の壁を見ながら動くこともできずに横たわっていた。まず言葉の順序として、最後に動くことをもできず横たわっていた周り、最後に回すこと自体はそんなに悪くないと思うんですが、これ、それが最後に出てくることで、まあ、せめてここに点でも入ってないと、そう、なんていうのかな、読んでいる側が落ち着かないというか、違う方向に意識が行きがちかなと思います。まあ僕は見ていたっていうのが最後に来た方がいいと思うんですけど、まあこの順序で訳すこと自体は多分問題はないけど、せめて点は打ちたい。で、あとはですね、やっぱり隣の、まあここはもうやっぱり長いな、点がそもそもないわけですけど、うん、まあ、のー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 って、まあ4つあるっていうのはやっぱり、まあ、よくワープロでは3つのが続くと注意されたりしますけども、まあ、3つつながって絶対悪いとは言わないんですけど、やっぱり少なくとも工夫できないかとは考えるとは思うんですよね。で、この場合だとやっぱり無地のっていうのはどうしても、表現も含めてどうかなっていうふうに思うんで、まあ、無地のっていうのは飾りがなんか模様がないみたいな感じに取れるわけで、で、この場合のブランクは、まあ、さっきも言ったようなことを考えると適切な言い方ではない、最適の言い方ではないっていうふうに思います。次の人、はい、肺炎師は騎士道精神あふれる老子師とは言えなかった。これはいいですよね。まあ、点なくてもいいですけどね。肺炎シワの後の点なくてもいいと思いますけど。で、カリフォルニアのそよ風のおかげで血の毛が薄れた小娘など、拳を血で染め息を荒げたイカ様ジジイにとって、好敵手であるはずがないですか。うん。ちょっとやっぱここイカ様ジジイで笑っちゃうんですよね。すごく前半いいと思うんですけどね。血の毛はまあ血が薄れたら十分で、などなんてはぴったりだと思うんで、拳を血を染めて、これはまあ、決めつけてるけど、
とりあえずいいとして、これ細かいこと言うと、まあ、ここひらがなのラガを入れなきゃいけないとこですけどね、あら、ラゲタと、すべきとこですが、やっぱりイカサマジジイがここではやっぱり合わないです。読んでる人は多分何がイカサマジジイなんだってどうしても思うはずなんですよね。まあだからこの言葉を変えたいなっていうこと、あと公的主についてはね、あの結果的な意味はそんなにずれてないっていうか、公的主であるはずはないっていうのは、まあ、まあ意味として通りますけどね。なんかおそらくこれはあのゲームを獲物とは読んでないと思うんですよね。あの試合とか戦いの方で読んでるからこの役になってるんだと思うんで、まあそういう意味でやっぱりおかしいなと思います。結果としてはあのこのそんなにずれてないですけどね。でそれなのにジョン・ジを襲ったのだ、まあ同じように、強調を生かした役にしたいところです。まあこれもノーダにひょっとしたらその強調を込めたのかもしれないですけどね、もっとはっきりした方がいいですね。でジョンジーはペンキを塗った、これがまあペンキの塗られたの方がいいって言いました。鉄柵のベッド、ここはいいですね。身動きもせず受けた横たわって、オランダ風の小窓からレンガ造りの隣家の窓もない壁を見つめていた。まあ、あの隣家の家についてさっき言った通り、もう一つはこれも本当に細かいことですけどね、あの窓もないは全く問題ないんですけどね、ここちょっと前に別の窓が出てくることもあって、ややあの違う方向に読者 の, あのイメージが、あのなんか意識が行くそうな、行きような気がするんで、あんまりあの好ましくないような気がする。まあ、それよりは心象風景を描くようなね、訳語の方がいいというふうに先ほども申しました。はい、最後の人です、3番目。肺炎師は騎士道精神あふれる老紳士などと呼べたものではなかった。ここは全く問題ないですね。穏やかなカリフォルニアの西風に吹かれ、別に西じゃなくてもいいと思う。血の薄まったか弱い女性と、ここはまあいいですよね。真っ赤な拳に荒い息のならず者、まあ、これもあの先ほど僕が言ったことをおそらく考えつつ、あまり弱々しいじいさんにしたくなかったということで、こういう訳語にしてるんじゃないですかね。まあ、ならず者は、まあ、このダファーからはだいぶ離れるんですけど、それからならず者に当たるのはむしろ前の段落のラベジャーって言葉だったと思うんですけど、まあまあ、ここでこれを持っていくこと、僕は原文から離れるかもしれないけど、そんなに悪いとは思わないというかな。まあ、あのオールドという言葉ももうちょっと入れてもいいですけど、本質的にはこの訳語にそんなに問題はないと思ってます。とても公平とは言えないだろう、まあこれはだから A と B では公平とは言えないだろうっていう流れは、まあ、大筋では間違ってないけど、これも多分ゲームって言葉を、獲物とは取ってないからこういう役にしてるんじゃないかなと思います。これ想像でしかないんですけど、そういう気がします。おそらくゲームをあの獲物と取ってれば、まあそっちの方向の役が必ずついてると思うんですよね。獲物とか標的っていう言葉が。でそれでもやつはジョンジを襲ったのだ、まあここはやつはなんてなくてもいいかもしれないですね。で、ノダがついてるのはやはり強調のつもりかな。もうちょっと強く言いたいです。でジョンジーは上から色の塗られた。こう上からなんて別にいらないんじゃないですかね。から色の塗られたにしても、もちろんペイントっていうのは色が塗られてるんでしょうけど、色がどうかっていうことが問題ではないんでね。あのペンキが塗られたっていうふうに言った方が多分、安っぽさなり、わびしさなりが伝わると思うんですよね。色が塗られてるっていうよりは。で、鉄枠のベッドに横たわったままほとんど動かず、で、小さなオランダ式の窓越しに隣の家の飾りもない、レンガの壁も詰めていた。
まあ、また細かいことばかり言いますけど、オランダ式のっていう、まあ、式ですね、オランダ風、まあ、オランダ式の窓ってどういう窓なんだろうってやっぱ思っちゃうんです。オランダ風のって言えば、多分なんかデザインがっていうか、見かけの感じで、なんとなく、まあ、正確にイメージ描けないにしてもね、まあ、思うんですが、オランダ式の窓っていうと、なんかね、開け方が特徴的なんじゃないかとかですね、上から開けるんじゃなくて、横から開けるんじゃないか、まあ、例えばそんなことを連想しそうになるんで、式より風の方がいいと思う。あとは、この隣の家の後に点がついている理由は、まあ、おそらく、点をつけないと隣の家の飾りっていうふうに、取るだろうからということで、点を入れたんだと、まあ、思うんですけど、まあ、例えばですね、飾りじゃなくて、飾りもないじゃなくて、飾り気のないかなんかにするとですね、隣の家の飾り気のない、それからなんかのが3つになるのか。飾り気がないにしましょうか、じゃあ。かなんかにすると、別に家の飾りっていうふうに読まないし、あと飾り気のない、飾り気がないっていうと、どっちかというと、その心象風景のイメージに近くなるんですよね。飾りがないっていうよりもね、飾りもない。まあ、そこも含めて、まあ、別の言葉を選ぶことで解決するんじゃないかなと思います。まあ、とにかく、ここは本当に、非常に第4段落も第5段落もですけれども、考えなきゃいけないところがものすごく多くて、改めてこの作家の、難しさというのが、まあ、皆さんもお分かりになったかと思います。はい。で、これで今回の講座は終わりにしますが、これの続きはもうやらないつもりで、オヘリの解説はこれで、終わります。で、この後の部分について、最後の一波については、来年といいますか、2021年の何月なのかちょっと分かりませんけども、まあ、多分夏頃ぐらいまでに、オヘンリー傑作集、角川文庫から、まあ、これが今出たばっかりの、傑作集1、賢者の贈り物なんですけども、これの続き、傑作集2ですね。2として最後の一波というタイトルで、2021年中には出る予定です。まあ、そこに訳文は載っていますので、で、原文については、オーヘンリーは著作権切れてますから、ネットで簡単に全文は拾ってくることができますので、まあ、もし、この先研究なされたい方は、それを拾ってきて、訳文はこれ、まあ、もうすぐ出ますので、まあ、そちらで、対比して、いろいろ研究してみてください。本当に、まあ、僕自身もこれは訳してて大変だったですし、後から、わからないことが出てくるというか、まあ、さっきも言いましたように、ネイティブ同士が質問し合ってたりすると、あるいはその英語の質問を、まあ、して、それがまあネットに残ってて、しかもトンチンカンなことは答えているネイティブがいっぱいいるというような作品です。ですから、本当に難しいですし、まあ、やりがいがある作品だと思います。はい。という、このオーヘンリーの最後の一波に関する講座、これで、終わりにします。まあ、また別の作品で何かこういう機会があるかもしれません。では最後まで視聴してくださってありがとうございました。